マルティズ？マルティズ？早いて。早いて。いい突破して。ダブルタッチもして、中にちゃんと見てパスするけど、早いて、お前。早すぎるって、マルティズ。はい、どうも、グラットでございます。ジェルゾー・マルティンスということで、流れで言わさせていただきました。ジェルソン・マルティンス選手でございますね。ということで、身長173センチ、嫌がり式高い、守備式高い、利き足、右スキルムーブ5、逆足3となっています。まあ、シグネチャーサインのね、選手になってますね。はい。で、この選手はですね、大体今で15、6万ぐらいでね、作ることはできます。はい。というかね、早速、能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね。めちゃくちゃ速いめちゃくちゃ速いです。ほんで、いいところは、本当にね、ペース、ドリブル、ブンブンなのかなと思います。あと、なんだかんだスタミナも98あるっていうのもかなりいいかなと思いますね。はい。で、ウィークポイントなんですけども、やっぱりね、ちょっとね、パス、シュート部分がちょっと、下手かなって思う感じでございます。あと、フィジカル部分がね、ちょっと低めなのかなっていう感じでございますね。はい。という感じで、選手特性なんですけども、負傷癖、華麗に身のこなし、高速ドリブル、アウトカーブとなっています。はい。で、連携スタイルなんですけども、まあね、ちょっとね、デッドアイとかでパスシュートを、まあ、両方上げるっていうパターンもいいかなと思ったんですけども、まあ、フィジカル部分だったりとかね、ドリブル部分は普通に上げるっていうところで、まあ、マークスマンでもいいのかなと思いました。結構好意的にするのはマークスマンでも全然ありかなと思います。まあ、デッドアイかマークスマンどっちかかなと思いますね。はい、で、スカットなんですけども、まあ、かなり組みやすいかなと思います。ポルトガル、モナコっていう感じではあるので、まあ、レナト・センチェスとね、まあ、ミドリケミがっつり組めたりとかね。あとは本当にね、ポルトガル勢と組めたりとか、もう結構ね、組みやすいと思う。もう困ることはないかな、ケミに関しては。かなり使いやすい選手かなと思います。はい。で、かつ、置き場所なんですけども、右サイド。もしくは、俺トップでも全然ね、使ってもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、カウンター時に使えるような選手ではあると思うので、それでもいいかなと思いました。右サイド、まあ、トップ、どっちでもいいかな。そんな感じかなと思います。右サイドちょっとパスが不安な部分若干あるかもしれないですね。はい。という感じで早速映像を見ていきましょう。はい、ということで映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。はい。じゃあ操作性ですね。普通の重さだが、縦のドリブルがくっそ早い操作性という感じでいやマルティンスマジクソ早い質、本当に縦のドリブル、ドリブル持った時の縦のドリブルが、ね、マジで追いつけん波のセンターバックとサイドバックディフェンダーだったらマジで追いつけないんで、本当に怖い存在かなと思いました。こんな感じで好き放題してスキルなしで回ったりとかしてね、かき乱せる、この速さマジで魅力的かなと思いました。重さはね、なんていうかね、本当にね、ラッシュフォードとかサンチョとか、なんかそんな感じの重さでありつつもめちゃくちゃ速いんで、スキル5ではあるので、まあ、かなり、ね、ちょっと怖いというか、右サイドから来られてサイドトップとかされるとちょっと辛いものがあるのかなと思いました。でスキル5でダブルダッチだったりとかエラシコとか入ったりとかね、いろいろできるんで、やっぱそこら辺がねやっぱいいのかなと思いました。あとシュートはね、思った以上にそこまで上手くないかな。まあ、ある程度ぐらい普通かなぐらいの能力してるかなと思いました。で、ここからサイドから突破して中にショートパス入れたりとか、まあ、ロングパス、クロスはね、ある程度できそうな感じではあったので、まあ、サイドからクロス部分に関しては問題ないのかなと思いました。早いやろ、これ。もう好き放題してる、マジ。で、最後これ見てほしいんですけど、このね、この位置からずーっと押されつつも、なんだかんだフィジカルもね、押し負けずにね、スピードで突破するっていう形で、で、ここダブルタッチして、最後は中に折り返しシュート。この形はやっぱ鉄板かなと思いましたね。はい。という感じですが、AI ですね。もらい受けつつ、前が開くと裏に抜ける AI という感じで、基本的にこの選手はね、前に敵がおるとね、裏に抜けるっていう行動はあんましないっていう印象ではございました。こんな感じで。板もらって、ほんで、クロス上げたりとか、後ろに戻したりとか、なんかそういう感じはしました。ただね、結構ね、前が開く、前に人がいないってなると、めちゃくちゃ縦に走る。空いたスペースにめちゃくちゃ走るっていうイメージあるので、こういった感じのね、サイド突破、カウンターからのサイド突破して、最後はクロス上げる。で、なんだかんだね、クロスもね、なんかパスが下手そうなんやけど、なんかできるな、みたいな感じはございました。こういう感じでね、なんか綺麗に裏抜けたりとか結構するので、俺は割とカウンターに使える部分、やっぱストライカーとしても使ってもなんか面白いんじゃないかなとは思いました。縦が空いたらこの選手を見て裏に出す。ここね、ここも前空いてるから、スーって抜け出して、んでクロス。いいと思う。
AI はやっぱりこういったウイングの選手っぽい、うん、感じの動きはしてくれるのかなと思いました。まあ、あとはね AI、まあ、いい感じの AI で抜き出した後はシュートちゃんと打って決めてくれる、それだけがあればいいかなと思いますね。ということで次はですね、良かった点ですね、縦の圧倒的突破力っていう感じで、やっぱりジェルソン・マルティンスはやっぱこの速さがやっぱ魅力的かな。うん、ドリブルもクソ速いんで、うん、体の重さはちょっと重いかっていうか、まあ普通かなっていう感じなんですけど、やっぱ縦の速さがめちゃめちゃ速い。うん、だからフィジカルを押されたとしてもそこをね圧倒的速さで抜き出していく突破力っていうのがやっぱマルティンスの強さなのかなと俺は思いましたね。はい、というかね、次は悪かった点ですね、パスの下手さ、フィジの弱さというところで、なんかねたまになんかパス下手だなって思うところも出てくるかなと思いました。あとはちょっとフィジカルが弱いかな、うん、もうちょっとあれば、うん、あれ良かったかなと思いますね。なので背負う感じはちょっときついかなと思いましたね。はい、という感じで比較していきたいと思います。15万円という感じで、まあ比較的ねちょっと高めの方がなのかなと思いますね。はい、で使ってみた感じですね、まあ本当に早かった、早いは早い、マジで早い。でドリブルもある程度できてっていう部分で、あとはね本当にパスがもうちょっと良かったら嬉しかったかな。あとシュートは思った以上には上手くはないので、そこら辺はちょっと気をつけないといけないかなと個人的には思いましたね。という感じで一人目比較していきたいと思います。はい、で一人目がですね、ルールブレイカーのコロナですね、3万5千円ぐらいっていう感じでございまして、能力見ていきましょう。で能力ですね、まあねちょっと比較していくと能力的にはやっぱシュートがね下手かなっていう部分、あとパス部分がやっぱコロナすごい上手いなっていう部分で、まあそれ以外の速さだったりとかそういうドリブル部分ではまあ確かにマルティンスいいかなと思いました。うん、まああとスリングスの部分では、ね、やっぱコロナにないようなね、あの本当突破力みたいなのがあるので、そこら辺はいいかなと思いつつ、ウィークフットがね5なんでね、コロナがやっぱね、やっぱコロナは強いし軽いので、なんかそこら辺はちょっと難しいところだなと思いましたね。やっぱりケミの部分で15万ぐらいするのかなっていう部分もありつつも、まあある程度ねリーグワンだったら右サイド多分ほぼこいつしかいないんで、やっぱそこら辺で結構値段高め、ここら辺のあるのかなと個人的には思いました。能力的にはコロナの方がまあ高いっちゃ高い気がする。まあでも強いけどね、マルティンスも。はい、という感じでもう一人に、ね、比較していきたいと思います。もう一人はダビド・ネレス選手でございますね。まあ今19万円ぐらいでございます。ほんでアヤックス所属ですね。で能力見ていきましょう。で能力ですね、もうスピード以外がねネレスめっちゃ優秀なんよ。スピード以外がマジでネレス全部勝ってて、でアビスキルとウィークフットが一緒っていう感じでございまして、ほんで左足やろ、で左足なんで左利きなんで左足から攻撃もできるっていうところで、やっぱ能力を見るとダビド・ネレスすげえ強えなって思う。ほんで相手にも強かったし、やっぱダビド・ネレス選手はねやっぱり本当にマルティンスよりかは強いと思いました、単純にね。マルティンスよりは絶対に強い。ただしケミがね、ケミが合わん。まあ、ちょっと弱いけどネレスよりちょっと弱いけど、ケミがめちゃめちゃ合うマルティンスっていう部分で考えると15万ぐらいっていうのは現状は妥当なのかなって俺は思ったりしています。はい、という感じで最終評価していきたいと思います。はい、という感じで最終評価していきたいと思います。ジェルソン・マルティンス選手がございますね。という感じでやっぱ速さはねめちゃくちゃ速いっす。で思った以上ね、フィジカルもね、ボディタイプのせいなのか分かんないですけど、ある程度あって、突破力もちゃんとあるので、思った以上にね、使いました。で、右サイドのリーグワンだとやっぱこいつしかいないなっていう感じですね、本当に。はい。という感じで、ジェルソン・マルティン選手の最終評価は、星7つですという感じで、まあ、ケミの部分と、右サイドのコスパで言うと、こいつしかいないなという感じですね。あと、シュートパスとかね、あと、フィジカル部分がね、もうちょっと高くて、もうちょっと強力であれば、8、9はあって欲しかったけどね、俺つけたかったけどね。はい。という感じで、この動画も参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。